ダッソー MD315 フラマンダッソー MD312 フラマンオブザ・アーミデールエアアットバルセプテンバー1977ダッソー MD315 フラマンは第二次世界大戦後間もなくダッソー社がフランス空軍向けに製造したフランスの小型双発輸送機である。双発小型輸送機の設計作業は1946年に以前の8座連絡機のマルセルブロックメガバイト -30 の計画から発展した MD303 の名称で始まった。フランス空軍の植民地向け連絡機の要求に応えた設計の試作機 MD303 は Béarn 6D エンジンを装着して1947年2月26日に初飛行を行った。エンジンを換装した型が発注されボルドーメリニャックにある新しいダッソー社の工場で量産に入った。量産型はルノー 12S エンジンを装着した装備翼を持つ低翼単葉の首車輪式膠着装置を持つ機体であった。フラマンと名付けられた主要な3つの型が生産された。MD315 は10座の植民地連絡機、MD312 は6座の輸送機、MD311 は航法練習機であった。MD311 は爆撃と航法用の練習機という任務のために特徴あるガラス張りの機種を持っていた。最初のフラマンは1949年にフランス空軍に納入され、すべての型の納入は1953年に完了した。この機種は操縦訓練、航法訓練、軽輸送、洋上哨戒、軽地上攻撃機として使用された。アルジェリア戦争では、ノール SS-11 と AS-11 対戦車ミサイルや機関銃、爆弾、ロケット弾を装備して、地上攻撃に使用された。アルジェリアの基地で当初操縦と、航法訓練に使われていた、フラマン MD311 は、歴史上で、優先誘導の対戦車ミサイルを使用した、最初の航空機の一機となった。フランス陸軍の SS-11 対戦車ミサイルが深い、峡谷にある堅固に守られた洞窟を陥落させるための戦闘で実験的に使用された。1956年からは、アルジェリア駐留フランス空軍の特殊部隊ゴム86で一機が使用された。SS-11 を使用した攻撃は非常に有効であることが証明され、このミサイルを提供したフランス陸軍は後に世界最初のヘリコプター発射式の対戦車ミサイルに結実する実験を開始した。フラマンは1981年まで現役に止まった。フランス空軍に加えフラマンはカンボジア、マダガスカル、チュニジア、ベトナムでも使用された。2007年度のパリ航空ショーでのダッソー MD311。フラマンダッソー MD315 フラマン。ありがとうございます。